君たち二人も武流祭のために来たのか。レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。リルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しで、ガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈焔花で長時間焼いても問題ない。これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ？その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ヒヒ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に厚いいいやつだな。